大文章大文章は、新末の官僚。字は、石、派箱後または、恐れ、晩年は逮捕とこうした。業務運動を推進した。石膏省、忍羅出身。皆、豊か八年、紳士となり、戸部主治の職を授かった。後に、老中、古北や安城慶道となる。ここで再刊を、佐藤等と、李公省に認められ、古北安瀬地に推薦され、さらに、 古北不正史となった。同治10年には、古南巡部代理となり、兵部次郎や霊部次郎を歴任、公所15年に、運気総督となった。日清戦争後の公所21年に責任を問われ、失脚した、李公省の公認の直令総督、北洋通商大臣となり、李公省の推進した、用務運動を継続した。在任中に、余剰兵力の整理、推使学道、 武備学堂の創設、水運輸送に関する弊害の除去、鉱山の解散、軽貫鉄道の建設などの事業を行っている。また、北洋大学堂、鉄路学堂、育才館、庭科文館の設立を上層して認められている。高所24年に軍機大臣となり、戸部少所、京弁大学士も兼ねた。高所26年、義和団の乱の際は外国を挑発することには、 反対の立場を取った。北京陥落後には、軍機大臣として、ただ一人、政大公、公所提羅提出が西安に、避難するのに随行したため、大臣閣大学士に、昇進した。後に、外務部会弁大臣、全県大臣、政務所大臣、正弁寺公大臣を歴任し、文猿閣大学士、武秀殿大学士を授かっている。死後、文勤の死亡を送られた。 著作には、オーブン金庫全集、オーブン日記などがある。ありがとうございます。